いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は消火栓指導リレー、こちらをですね、自動火災防止設備に接続してその動きについて確認していきます。なおですね、今から決戦していくんですが、こちらの表示灯はですね、消火栓指導リレー、消火栓が噛んでいる場合には消火栓の方から電源を取りますので、その場合にはですね、指導表示灯の配線は HP のですね、耐熱配線を使用する必要があります。考え方はですね、自動火災防止設備のベルが耐熱配線であることと同じ考え方です。そしたら今から施工していきます。今からですね、電源入れていきます。まずは自動火災防止設備から。はい、予備電池接続。こちらですね、自動火災防止設備の電源は入りましたが、表示灯のですね、電源が点灯していないのは、消火栓からですね、電源を取っているからになります。今からですね、消火栓の方電源を入れるとこちらの表示灯が点灯しますのでご確認ください。そしたら電源入れていきます。はい、電源オン、表示灯点灯。今からですね、作動試験していきます。発信機を押すとですね、1番が発報して、このですね、信号が受信機に送られて、受信機から消火栓指導リレーに送られてですね、起動信号が入ります。そうするとポンプが遠隔起動して、指導表示灯、これがフリッカー点滅するんですが、ポンプには接続していないので疑似的にポンプが回ったという信号を消火栓指導リレーに送ってですね、その瞬間に、表示灯がフリッカー点滅しますのでご確認ください。そしたらですね、発信機を押していきます。はい、音響を止めました。そしたらですね、これでポンプが回ったというですね、信号を今からですね、送っていきます。はい、信号を送ります。はい、信号を送りました。表示とフリッカー点滅。これが消火ポンプ起動の状態になります。こちらのですね、表示灯が、点滅しているときには、消火ポンプが、回っていますので、そちらをですね、表示灯で確認されてください。では復旧をかけていきます。起動信号を、停止します。はい、停止。
自動火災報知設備復旧かけます。はい、復旧。こういったですね、動きになります。